推進協議会副会長、そして阿蘇市観光協会の菊池修一会長にご挨拶をお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました阿蘇市観光協会の、菊池と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。このただいま司会者の方からですね、ご紹介もありましたように、この、クリスマスではございません、恋人たちのですね、イルミネーションの点灯式ということで、この事業は阿蘇市の事業、まあ我々はその協議会を作っておりますけど、お金といいますか、そういった流れは、行政の方からではございますけど、我々も民間としてですね、一緒に、こういったイベントをですね、生かしながら、この阿蘇の地域にですね、また新たな活性を生もうということで、皆様方に楽しんでもらうという意味合いも込めまして、イベントを、しております。まずは願い、今言われましたけど、恋人の聖地ということで全国にもいろいろあります。またこの全国的にはあります中に、皆様ご承知かどうか分かりませんけど、実を申しますと、この、恋人の聖地というのは、山上におけます、西岸電磁、こちらの方でもですね、西岸電磁さんがもともとはその、恋人の聖地の、全国の中でも、阿蘇っていうところでですね、位置づけをしているところでございました。それを、大規模に我々が今生かしていただきまして、やっている途中でございます。また、この地域にですね、また来訪者がまた、いっぱい来ていただいて、また楽しんでいただけるようなですね、こういった素材を、また生かして、喜んでいただけたらと思います。また今までは、橋の上でございましたけど、なかなかですね、交通の便もいろいろと、危のうございまして、こちらの方でゆっくりと皆さんに楽しんでいただくということで、改めて、こちらの方に、変わってきたところでございますので、また皆さん方、ご許可ですね、後ほど点灯してまた、日が、暮れた後にもですね、また、写真を撮っていただくなり、いろんな楽しんでいただけたらと思います。どうぞ、今後ともですね、この阿蘇市におきましても、皆様楽しんでいただければ、観光を代表する社として、ありがたいなと思っております。本日はまた、ありがとうございます。お世話になります。